なんか3分ぐらい5分もできてないよねの配信したんですけど、その時バタバタでお見せする時間がなかったのでゲットしましたっていう配信です。ゲットしましたっていう配信です。見たよーって見たよ、みんなのおかげで。なんか不思議な感じだった。うちあの実家の父親言い方変だけど、父親がさ、ジャンプヤンジャンマガジン山が買ってる人なの。そう、買ってた人だったから家にあったのずっと。そうだから、そんなお父さんとかもずっと買い続けよるやつに娘が乗っとると思って。そう、パパまだ山が発売日の段階、15日の段階では買えてなかった。まあ言うて朝とかに言ったから、家族 LINE に言ったんですよ。出ますって言ったら、え、俺それいつも買ってますって来て、それいつも買ってますって来て、で私も個人的に山賀さん あのアニメ作品、漫画作品もあの個人的に読ませていただいてるものが多くて、そう嬉しい。なんか言い方変、なんか嬉しい度合いが変だけど、嬉しい種類が変だけど、同じサッシに自分がいると思って。そう嬉しかった。同じサッシに私いるじゃんと思って、で見るとやっぱ表紙っていいなとか思ったりしたんですけど。けど缶中に自分がいて、しかもドンっていて嬉しいなと思いながら、嬉しいなと思いながら。そう、みんなのおかげですよ。そう、私はパリピ孔明とかも読んでるからさ、嬉しい。しかもあの新連載が押見修造さん、携帯なくしたいな、今の一瞬の私携帯をなくした。そう、うちの近所の子メリキレス、あ、なんかね、うちのお母さんもすごい車でいろんなとこに買いに行ってたらしくて、そうだ、そうそうそう、すごいな。そう、あ、そう、ちいちゃん、押見修造さんの新連載、ちいちゃんなの、ちいちゃん新連載のやつにちいちゃん乗ってるからね。そんなちいちゃんと同じ名字の石田もいるからね。そう、押見修造新連載ちいちゃん嬉しいな。嬉しいな、何回でも飲んで嬉しい、ありがとう、本当にありがとう、みんなのおかげ。マイホームヒーロー、マイホームヒーローも見てる、嬉しい。普通に漫画読もうあった。おお、カニエースさん、ヤーマンさんが先だ、ヤーマンさんありがとう。タワー後日の、タワーのお礼後日でいいですか。今日私はちょっと長く、いや長くなかったので、あと手持ちでこの状態でちょっと書けない。ヤーマンさんありがとう。これは山がおめでとう、よかったよって意味ですね。ありがとう、ありがとう。そしてカニエさんもなんかすごいね、ヤマンさん金ピカの後ろで、カニエさんこれ熊手、熊手タワーとかあるんですね。ありがとうございます。これも後日書かせていただきます。ありがとうございます。後日書き書きさせてください。ちょっと前髪が気に入らん、前髪が気に入らんけど
心はウキウキ意味わからんありがおめでとう、ありがとう。山賀のミーヒン、いい笑顔、ほんまにめっちゃ嬉しい。なんかめっちゃ自然の笑顔よね。でなんか4ページになって、ソロで写ってるのはワンカットしかないんですけど、もっと見たいよって方はヤンマガウェブさんの方で、無料でさえもページ数内容量がすごいし、有料ともなるとより違う写真、無料と同じ写真の使い回しプラスじゃなくて別のやつで、そう、私もヤンマガウェブさんと無料、まあ、どっちも無料も有料もバイバイバイドカミ、無料も有料も読ませて、購入させていただきまして、読ませていただきまして、そうだからソロとかだと無料と有料のそのヤンマガウェブの方を見た方がいいけど、これはなんかみんなとの作った瞬間、なんか自然な笑みだったりとか、そう結構本当に自由になんか好きに話してって言われて、私そのオフショットあるんだけど、みんなで手相を見合うっていう時間があったりとか、そうそうそう、だから私4人座ってなんかちょっと一番最初のページのやつあぐらかいてるんですけど、めっちゃ行儀悪いんですけど、合間時間にあぐらかいてたらいいねってなって、あっってなったけど、まあ、よかったですね行儀すいませんすいませんねそういいじゃん、いいじゃん、なんか違うの、なんかちょっとみんな違う座り方してって言われて、みんなちなんかおすましじゃなくて違う座り方してって言われて、でなんかこのあとちょっと休んだらその違うポーチ取るからねみたいな感じだったの、違う座り方でなんかいつもの座り方じゃなくてみたいな、で会った時にこんなんとかみたいな、ちょっとなんかヘラヘラしてたの、こんないつもと違う座り方じゃあこれかなとか言って、こんなんとかって言ったあぐらで座ってヘラヘラしてたらいいねってなってあ採用と思ってそう採用されました。結構本当にちゃんと山賀さんと山賀ウェブさんのどっちも見てからオフショットの載せたいなって、あんまりサッシの方と同じ過ぎたらもったいないじゃないですか、だからちょっとそれを見極めるためにちゃんと全部見れてからオフショットをちゃんと載せようと思ってたので、今後これどっちも見たので、このカットの写真載ってなかったなっていうやつとか厳選して、そうこれはこの座り方して疲れてなかったなってやつほどオフショットに載せていきたいと思いますので、でSNS の方でもどっちも載せますけど、まあ、枚数にやっぱ限りがあるので、ファンクラブの方にバンって載せようと思います。 SNS で載せきってから、もう SNS でこれ以上載せませんってなってから載せてないやつはファンクラブで載せていこうと思ってますってぐらい写真はいっぱいあります。よろしくお願いします。口の色がないですなんかさ、今日新しいリップ買ったの、全然色つかなくて悲しい。そう今日買い物してたんだよね、そうこういうリーフで全然色つかなくて、あれっていう、配信だからかな、初めて鏡見てないんだよ、全然色がつかないの悲しい、安くないのに。やっぱね、女の子だからね、リップ1本じゃ足りんのよ、いろんなやつ欲しいので、これ気になっとって買ったんやけど、なんか色がつかんっていうわけだよね、なんかほのかにつく。あ、配信だからどうしよう、私配信終わってみたら真っ赤だった、どうしよう、色的には結構ね暗めの色だから、どうしようね、配信終わって真っ赤だったらね、別にいいけどさ、でも配信は結構メイク薄く映りがちな傾向ある、結構色ついてる、いや私の普段のリップ濃いもん、もっとってなるとっていうあれがおかしいけど、私今回のヤンマがリップの色ないんです、地の口なんかメイクさん
が3人いらっしゃって、メイクさんによってメイクの仕方が全然違って、まいちゃんとかは目元が薄くてリップ濃いんですよ。そうこれね、あのヤンマガエブとか見たらもうより分かりやすいんだけど、そうメイクさんによってそのメイクのジャンルが違って、千穂とゆきさんが一緒なの、同じメイクさんで、まいちゃんは目元薄めでリップ濃いめでチーク濃いめで、でゆきさんとちーちゃんは涙袋のメイクが濃いめであと薄めみたいな、で私が目元が濃いめでリップ薄めなんですよ。これは別にあのそういう世界観じゃなくて、なんかメイクさんの手法好みみたいな感じなんだけど、私は目元が濃いめでリップが薄めで、なんかもう保湿の色がつかない保湿のリップしか塗ってなくて、けどあのまいちゃんとか見たらリップの色つきようから、え私もリップって言ってたんですけど、いやこれでいいんだよこれがいいんだよって言われて、でも分かんない完成形わかんないから、こういう方こういう時はプロの意見を聞くのが正解だから、なるほどと思って、これ今これが一番ベストなんですねってなって、分かりましたってなってやったらこうなってて、めっちゃ素晴らしくてメイクさんってすごい。でもまいちゃんさんチームのメイクもめっちゃ可愛くて、目元薄めでリップがオレンジなんですよ。これ私の好きメイクで、あのそっちも憧れがあるし、ちーちゃんゆきさんの方も涙袋のメイクってあんま上手にできないから、メイクさんにやってもらうとより上手になるから、あの全お三方のメイク全部好きお三方のメイクが全部好き。そうでも全然違うんだなと思った、メイクさんによって。なんかメイクさんに本当になんか BLT さんとかもありがたいことにしていただくことがあって、なんか本当メイクさんによって全然違う。なんか眉毛は色つけないメイクさんとかも、私今回色ついてますけど、結構まいちゃんとかはちゃんと眉マスカラもされてて、でも目元が薄めでみたいな、すごい可愛いんですよこれね。結構あのデジタルの方だとより分かりやすい。まいちゃんと私のカットがあるんですよ、2人だけの。まいちゃんと2人のカットがあるんです。それめっちゃ分かりやすい、メイクの違いが。そう分かりやすいので、そういうところももうね、せっかく載せていただいたから、もう擦り切るほど読みたいと思います。擦り切るほど見たいと思いますね、あの関東と関末も見たけど、あの違うチームどういう風に撮ってるとか知らないからさ、見てかわいいと思って、いいね。沖縄チームもなんか全体的に世界観がカラフルでかわいい。で関末チームも関末チームでね、なんか人数が一番多いから、なんか写真からパワーっていうか元気な声が聞こえる元気な声が聞こえるなっていう、なんかめっちゃ笑い合ってたんだろうなってエネルギッシュって感じだね。なんかこんなにあの同じグループだけどこんな違いが出る写真なるんだと思って、すごーってなりました。だからあのヤンマが本誌の方を買った方はプレゼント企画、プレゼント応募企画ありますので、そう私のファンの方、みーちゃんしか欲しくないぜって方はね3枚あるんですけど、もうどれでも誰でもいい嬉しいみたいな人は合計139名様に当たるので、すごいですよね、139名様。私のチェキは3枚ですね。あの表紙チームがロケ土産、直筆サイン入りロケ土産で、あとクオカードすごいね、クオカード、うん、応募しようかな私今回私は自分に、私もやっぱ投票権ありますから私もやるんですけど、私はクオカード狙いで嘘まあ言いません、何を狙うかは。当たった時気まずいからで当たらないんですよ、 BLT さんも石だけ総出でやったのに外れたから。でもそれほどみんなが申し込んでくれてるっていうか、やってくれてるってことだからありがたいですね。
だからぜひ応募方法の時に石田みなみの名前も書きつつアンケートにアンケートを答えてくれるとみーちゃんの名前書いて応募そうお願いします。あ、今週の日曜日までなの、ありがとう。本当だ、締め切り1月21日までの消印有効、当日消印有効なんですけど、あ、急いで、私もハガキ買ってくる明日、今日はちょっとあれだけどハガキ買ってくる。ハガキ買ってくる、クオカードそうしてくれお金目当てみたいになってるこれはでもね、ももちゃんおきちゃんあかりんファンが欲しいってなってるのに、映画撮ってたなんでやねんなんでやねん確かに金曜までに出すのがもう最安全、これはありがとう。改めてそれ書くときチェキに書きます、チェキじゃないSNS に載せるときに書きますね、日曜日までですって書きますね。これはちょっと私盲点な、見てなかった、ここマジでありがとう。で私隠してたわけじゃないんですけど、言ってなかったことがあって、隠してないんですけど、普通に言うタイミング逃してて、その話しようと思った時に、あ、そもそもその話に至るものを言ってないと思って、私スイッチ買ったんですよ言ってなかったよね。そう、スイッチ買ってずっとモンハンやってるんですっていう話そう、モンハンやってるの、モンスター買ってるのずっとそうで、子供たち、私の子供じゃないよ、甥っ子たちが、甥っ子たちのスイッチがあって、お姉ちゃんの旦那さんがモンハンやってて、モンハンのアカウントがあったんですよ。で お姉ちゃんもそれで同じゲームでチャプターみたいな作れるから、お姉ちゃんのアカウントもあって、お姉ちゃんと一緒にやってるんですよ。で実家に帰ってた時にお姉ちゃんとずっとやってて、で離れちゃったからできないじゃないですか、その近くの人としかできないから、そうと思って、さっきお姉ちゃんとやりたいがためにオンラインのやつ入りましたオンライン入ったらできるんですよ、県外でも近くにいなくても。お姉ちゃんとやりたいがために、あとみつきさんとモンハンやろうって言ってて、そうみつきさんともやろうと思ってたから入りました。まだやってないんですけど、さっき入った、そう、な、今日やると思って入ったら明日ねって言われて、なんか一日損した気分ですこっちはでなんか話はここじゃなくて、言いたかったことはなんかオンラインのやつに入ったら、なんか任天堂オンラインみたいなやつに入ったので、なんかかつての任天堂のカセットなんか無料でやり放題みたいになったんですよ、なんか会員限定みたいな。その中に私実家にファミコンあるんですよね。で小さい頃からうち最新ゲームを買ってもらえない家だったのでなんか友達とかが最新ゲームやってる、なんかうちはパパの昔のパパのゲームのファミコンをずっと、ファミコンのマリオとファミコンのマリオカートをやってる3姉妹だったの。だからその任天堂のオンラインの中の無料のやつにうちらが持ってたカセットがあってお姉ちゃんにやばいっつって、このオープニング懐かしいみたいな、だからうちら多分モンハンやらずにそれやるなんか2人でとかあったから多分できそうなんですよ、まだやっと挑戦したことないか分かんないんだけど、多分モンハンやらずにそれやると思う、一緒にマリオを攻略していくと思う。そう、懐かしいと、お姉ちゃんと一緒にやってたの、ずっとファミコンで。でそんなお姉ちゃんは明日誕生日です。そう、葵ちゃんと一緒なの。ちなみに葵ちゃんも誕生日だし、うちの2個上の真ん中のお姉ちゃんも誕生日だし、ひなのお母さんも明日誕生日です。すごいよねすごくない？エキサイトバイクだから本当に知らないっていうか、持ってなかった任天堂のファミコンカセットもできるから、カービィとかもあって、そうお姉ちゃんに送ったの、さっきなんかスーパーマリオコレクションってやつとマリオカートを持ってたんですよね。だからお姉ちゃんに一緒にこの懐かしいのできるでやろうって言って、オープニングの動画を撮って送ったので、今返事来て、懐かしすぎてえぐーって来たお姉ちゃんも体調崩しとって、元気になったらやろうぜって来ました
喋り方千鳥さんみたいな面白い。山が素晴らしい、そうそうってしちゃった、さっき話してたの、山が良いねって。そう、まあ全部のカセット見れてないけど無料でできるっていうのがえぐいなと思って、お姉ちゃんとやろうと思います。個人ファンクラブ迷ってましたが入、ありがとう。山がのやつ載せますよ、よしおと、セーフ。あ、でも別に入ってからも過去のやつ見れるかスプラもやってみないか、スプラトゥーンあんま興味がないかもしれない、興味がないっていうか惹かれない、一緒だな、マイナスな意味はないんだけど、私あのそういう基礎系苦手なんですよ。一人で黙々やる系、牧場物語とかそう基礎系が苦手で、一人で黙々系とか協力プレイみたいなのがしか好きじゃないんですよ。マリカーは別だよ、マリカーは別、マリカーはだって携帯でもずっとやってたもん。そうだから まだ買って2ヶ月とか1ヶ月そこら辺なんだけど、そうまだモンハンしかやってないんだけどでも全然進んでないよ、そんなずーっとやってるタイプではないので。でもこの前お話し会の休憩合間にモンスター1頭倒してお話臨んでた一回だけね、全部の休憩じゃないよ、全部の休憩じゃないけど、ひなに倒してきたって言ってそう、そうそうそう、まだ全然強くない、クエストをずっとやってるだけで、モンハンやったことないから、そうやったことがないから自分が合ってるのかとかいまいちわからん。スイッチ配信してるソフト見てきた、懐かしい。え、見れた？あれなんかオンラインのやつ入ったやり放題らしいよ、えぐいよなで、そんなお姉ちゃんがさっき誕生日って言ったじゃないですか、今日なんかテクテク歩いてて、これから先誕生日のメンバーが多いんですよね。で、私もいただいているからこそお返しもあるし、あげたいって思いもあって、あのメンバーの誕生日プレゼントをね、プレゼント、うん、20だったな、誕生日プレゼントを買いにテクテク歩いてたんですよ、まあ、全員その直近の人たちだけ買って、来月の子たちはまだ買えてないんだけど、だからそうお姉ちゃんだから葵ちゃんの買って、葵ちゃんの買ってからお姉ちゃんに臨んで、なんかメイク屋さんみたいな化粧品屋さんみたいに入ったんですよ。だからなんかすごくなんかいろんな化粧品がいっぱい売ってますっていうとこじゃなくて、専門店みたいなとこに入ったんですよね。そこのメイクしか売ってませんみたいな。でお姉ちゃんになんかもういつも何がいいか聞いてからあげてたから、今年はサプライズがいいなと思って、けど分かんなかったからジャンルだけ教えてほしいみたいな。そのお姉ちゃんすごく冷え性だから、防寒系なのかカバン系なのか帽子系なのかみたいな、キーケースとか財布系なのかみたいな、美容系なのか美容とかメイク系なのかって言った。お姉ちゃんがうん美容とかメイク系がいいなってきたから、分かったってなって、なんかお姉ちゃんに足りないものをあのくださいって来たから、最近その美容にかける時間もなくて、美容モチベがやっぱお母さんだからさ、ちょっとやっ�下がってきてるらしくて、そうだから美容モチベあげたいから、お姉ちゃんにいいと思うのくださいって言われたから、分かりましたってなって、うちのお姉ちゃんまつエク、まつげをあの髪の毛のエクステと分かりますか、ショートカットとかをなんかロングの髪の毛にできたりするやつ、それのまつげバージョンでまつエクやってるんですよね。だからまつげ系のやつはいらないなと思って、とかその眉毛もすごくこだわりがあるタイプ、なんか違う筆では描けませんみたいな違う色では描けませんみたいなそうでめちゃめちゃこだわりあるタイプだ、結構限られよって、でそういうメイクの専門店行った時に見てたのよ。だからそのアドバイザーさんみたいな店員さんが話しかけてきてくださって、今日は何をお探しですかみたいなこと言ってくださったから、あ今日プレゼント買いに来たんですけどみたいな、あ今日で
あのどういったものをお探しですかって言われて、お姉ちゃんにあげるんですけどみたいな、まつ毛してるからまつ毛系でもないなと思ってみたいな、で眉毛もこだわりあるから眉毛でもないなと思って、あと肌もそんなに強くなくて人一倍気をつけてるからお肌のやつのも合わなかったら怖いからお肌もなと思ってみたいな、だから結構限られてるんですけど、かリップとかイシャドウとかあげたいんですよねみたいな話をして、あなるほどなるほどみたいな、じゃあここら辺はこのリップはですねこの色が今一番人気でって言って手に出してくれたりとかして、めちゃめちゃ可愛いですねみたいな、えそうお姉ちゃんに似合うみたいなえお姉ちゃん似合う、ええこれにしようかなみたいな感じで買ったんですよ。なんか結構しっかりした専門店のお店だから会計の時は お椅子に座らせていただいて、自分のもので買ったことはないんだけどプレゼントだとやっぱねいいのをあげたいからさ、そう座って待っててお会計待ってで受け取ろうとしたら、あお店の外まで持っていきますっていうか持ちますよみたいな感じで言ってくださって、あありがとうございますみたいななんでお店の外で受け取る瞬間に STU の方ですよねって言われて、えみたいなそうってなって、え気づいてくださってたんですかみたいな、あのこういうこのこういうなんかお仕事で関わったことある方で、そうこういうところでこういう感じで会ったことがありましてみたいな、すごく可愛いから分かりましたって言われて、ありがとうございますみたいな、えじゃあ私すごくお姉ちゃんにプレなんかで嬉しかったの、嬉しくて可愛いと言われたのも嬉しくて、なんかお礼を言いたい、なんかあんまり卑屈になってもいけないし、なんかお礼も言いたいけどっていう、なんか私のなんて言えばいいなんて言えばいいなんて言えばいいんだろうと思った瞬間出た言葉が、えお姉ちゃんにプレゼントって私って可愛いアイドルですねって言っちゃって何を言ってんのと思ってなんでなのね、何なんか卑屈になっちゃいけないと思ったらなんかすごい自己愛強いやつみたいになっちゃって恥ずかしいと思って恥ずかしかった、なんかお店出てから一人反省会開いてた、何を言ってんだと思って何を言ってんだろうなと思いながらっていう一日の締めでした。そっからはもう帰れましたけどそう、 そう変なキャラみたいになっちゃって、そうだからご丁寧にありがとうございましたって言ってお店は出たんだけど、そうだからすごくあの逆に聞きに来てほしい、あれ何だったんですかって聞きに来てほしい、逆にあれ実はあの言おうと思ってた言葉がなんか出なくて、でもなんか卑屈になっちゃいけないしお礼も言いたいしみたいなんで混ざった結果あれなんですって言いたいなって思いますもしどこかでいらっしゃったらっていう一日でしたっていう話でした。ということで全然なんか15分過ぎてると思うんだけど男女を見たいと思いますね。よし、13位ウェプロックさん、パチパチ、12位ドンさん、パチ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 、11位ホーユーさん、ヤンマガのヒンさん、スマイル髪型ほんと素敵、あらありがとうございます嬉しい、10位千葉県さん、パチパチ、9位バオバブさん、パチパチパチ、8位たけしさん、パチパチパチ、7位キャンシーさん、パチパチ、6位テリーピーさん、パチパチパチ、5位つよつよさん、パチパチ、4位一途なくらぐりさん、あら誰に一途なの3位エミさん、パチ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 、2位ヤーマンさん、パチタワー、金ピカの金閣寺みたいな、ありがとう書きますね。そして1位はダララランダラン、カニエさんでした、ありがとうございます。なんだっけ、熊手タワー、ありがとうございます、こちらも後日カキカキさせてください。ということでキャッチエイズしたいと思います。私がどこどこって公園とか出てないからキャッチレース公園出てないとか公園がないからなんか配信も最近できてなかったからキャッチレースな不思議な気持ちいきます。あれみんなどこどこ見つけた、みんなことあしてみひんきゅう、ありがとうございます。兵庫県出身市のみなみでした。びっくりした、何の通知、あれだ通販の通知ありがとうございました。で、まあ、1月は公演の出演の機会はなかったんですけど2月の最初にめっちゃ出るので
2月1日に花だれ公演、2月3日にチャートリ、新生チャートリお披露目の日ですね。花だれもでぜひチャートリ行くよって方はね、花だれ平日なんですけど、結構木曜日なんですけど、ぜひ1日金曜日挟むので1日オフデーになる、観光デーになるんですけど、ぜひどちらもお待ちしております。チャートリ行くよって方はぜひ花だれも、花だれ行くよって方はぜひチャートリもお待ちしております。どちらも黄色と白のペンライトが見れるといいなと思ってます。まずは1日、まずは1日お待ちしております。では今日も1日ありがとうございました。あ、決済明日まで、お話し会の再販で申し込んでくださった皆様、決済が明日までなのでよろしくお願いします。ではまたねまたお会いしましょう。バイバイ。明日も頑張って。あー。